でさんは朝起きるのが苦手だと貢献していますがならばこれだけ技術が進歩しているのに目覚まし時計はアラームが鳴るという昔ながらのシステムなんですかね確実に起こされるシステム欲しいですよね。あるらしいですよ あの JR が使ってるそのあの JR とかってそのあの夜勤であの夜中の働いたりする人とかはいるじゃないですかであ,あいつたちがその起きれないとまずいのであの100%起きれる目覚まし時計的なものっていうのがあったりするんですよねそのベッドの下にあのなんかね空気が入るチューブがあってその時間になるとそのベッドがねもこってなって膨らんでなんかあのこうあの無理やりなんかあの起こされるっていうのでやっぱねその音とかよりその寝てる 体勢があの動かされるっってていうう方が人間は不安になって起きちゃうらしいんですよいやその落ちるかもみたいな。で僕あのベッドで何回か落ちたことがあるんですけどそれもあってあのベッドか例えばその足がなんかあのブラーンってなったりすると目覚めたりするんですよね。っていうのがあって多分その、ね、生命の危機になると「そのやべえ」っていう信号が多分出てくると思うのでなのであのいくらでってるのかわかんないですけどその JR の,あの起こしてくれる時計みたいなのを手に入れればいいんじゃないでしょうか。